速稼塾の久保です。今回も西アクラソンの山根さんからですね、介護についてものすごくいいね動画が送られてきました。いいですね。これは本当にこれね、全ての介護に関わる方、そして介護に関わらない方に見ていただきたいと思います。私これはね、本当に心に深く刻まれました。で、私の考え方を申し上げますね。山根さんも言われてましたけども、介護って 3K って言われるのはなんでかなっていうふうに考えるんですよね。きついとかね、汚いとかね、危険だとかって言われますけども、果たしてそうなのかなと。じゃあなんできついとか汚いとか、それが危険だって言われてるのかってことを考えてみますね。例えばね、きついっていうのはなんでかっていうと、工夫が足りないからとか、体力をつけてないからだと私は思うんですよ。私は体力がありますんで、体力的にきついなと思ったことは一回もないんですよ。むしろ軽々何でもできたんですよ。お風呂だろうがトイレだろうが軽々でした、で、おんぶして、外出支援することもあったんですけども、お任せくださいみたいな感じですよね。お、力のある仕事だったら僕出番じゃないですかみたいな感じで、もうワクワクしてやってましたよね。だからある意味ね、介護の仕事に就こうと思ったら一定のその体力ってのは必要ですし、一定の精神っていうのは鍛えておかなければなりません。多分これね、他の仕事でも一緒なんですよ。運送会社に勤める人が体力なかったらそれはきついですよね。でも体育会系の人が運送会社に行ったらもう楽ちんなんですよ。むしろね、細かいこと考えなくてもいいから、おー楽だ楽だみたいな感じなんですよ。で、あとはね、頭を使って事務をするのが好きな人が事務職に行ったら、これは転職じゃないですか。でも、なんかデスクワークとかね、もうややこしいこと嫌なんだ、体動かしたいんだって人が行ったら、そこも3件になるわけですよ。で、あとは排泄についてです。排泄、果たして排泄って汚いんですかね。もちろんそれをね、手で掴んで食べようって話にはなんないですよ。でも、なんか僕、私は思うんですけど、毎日私もトイレ行くんですよ。自分のものは見てるんですよ。自分のものと他の人のものってあんまり変わんないと思うんですよ。汚いかなと思うんですけどね。だからこれも他者を汚いっていう風な先入観が作ってるその幻想だと思うんですよね。だからこの先入観を変えるためのトレーニングっていうのはいると思います。それをせずに排泄支援ってなると、やっぱりね、介護経験した方でも、もう率先して 3K って言うんですよ。介護は 3K だからねって。そんなこと言われたら、介護の業界に興味を持ったりとか入ろうなんて思わないんで、介護に関わってる方が楽しくて嬉しくて、もうすごくやりがいがあるんだって言い続けないといけないですし、そういうところを自分の工夫で見つけないといけないと思うんですよ。これが多分ね、介護業界に携わる人に圧倒的に足りてないんですよ。自分がものすごく大切なことをしてるとか、ものすごくね、必要なことを、必要と思われてることをしてると。そして自分はものすごく役に立ってるんだっていう意識を持たずに、なんかめんどくさいこと、汚いこと、危険なことをやらされているんだっていう感覚で毎日やってるから、それはね、介護の業界なんてお金を投じようなんて方出てこないですよ、そんなところに。やってる人がそんな気持ちですからね。で、あとは危険っていう考え方ですけども、これもね、危険って言ったらね、ダイナマイトを仕掛けたりとか、高いところから落ちる危険がないわけですよ。じゃあ危険って言ったら、高所窓拭きとかってむちゃくちゃ危険じゃないですか。あとは何ですかね、危険物の取り扱いとか、廃品回収とか、毎日怪我との戦いですよ。だからそういうのを考えると、危険なのかなと思っちゃいますよね。介護って危険度がものすごくない仕事だと私は思うんですよね。で、もっともっと危険度を減らそうと思ったら、テクニックを覚えていくとか、トレーニングをしていくとかによって、やっぱりね、危機予測っていうのはしていったりとか、危険防止っていうのは、いろいろやり方があると思うんですよ。特に30代とか40代になった人が、その、危険を回避するテクニックがないっていうのは単なる自分の怠惰だと思うんですよ。それを介護業界のせいにしてるのが今の姿なんじゃないかなと思います。一言で言うと、甘っちょろい人が介護に集中しすぎなんですよ。これはっきり言いますけどもね、甘っちょろい人が集中しすぎ、弱音を吐きすぎなんですよ。だから介護の仕事っていうのはね、どういう風に捉えていくかって、私はね、こういう風な 3T ってものを提唱してるんですよ。 3T ってやつですよ。 3T は何かっていうと、介護は楽しい、介護はためになる、介護はたくましくなると。この3つ、 3T ってものをもっともっと介護業界に携わる人が、いやいや俺はすごくね、この介護の業界でたくましくなったよとかね、もう毎日楽しいよとか、すごくためになるよと、だって高齢者の方の知恵が借りれるんだもん、すごいよねって感じで、ものすごくポジティブに働いていく、その意識をどん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 培っていく必要があると思います。もうね、完全にこうなるとね、やらせていただきたいになるんですよ。やらせていただきたいって、だいたい仕事ってやらされてるって思ったら楽しくないんですよね。やらせていただいてると思ったらものすごく楽しいんですよ。で、やっぱりギャラのことなんですけども、もうなんか楽しくやってる人ってのはギャラをね、たくさんもらえるんですよ。これはね、もう本当何を見ても一緒です。嫌なことをして苦痛に耐えた対価としてお金をもらえるってのはもう昔の話なんですよ。それは奴隷状態ですよ。嫌なことをやりたくない。だからね、例は悪いですけども、ヒットマンって言いますよね。
なんかヤクザのね親分とかをバーバーで撃つ仕事、バーバーって殺し屋みたいな仕事、あれはギャラ高いんですよ。だってやりたくないもん、人を殺すなんて。で殺されるかもしれないし、だからあれと同じようなレベルになっちゃうんですよ、やりたくない仕事っていうのはね。だからギャラをアップしようと思ったら、もうねやりたい人が殺到するんですよ。やりたい人が殺到して、わこれ楽しいぞ嬉しいぞ、じゃあそんなに人気なんだったら資金投入しようかなっていうふうに行政とかね、それから投資家さんが思えるような仕事にしていかないといけないのに、みんな嫌がってるからお前金とか投じたくないよねとか、みんな嫌がってるんだったらやめればいいのに、だってやってる人が 3K とか言ってるぜみたいなところにどうやってお金が入るんですかってことですよ。これどん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 減らされていく一方ですよ。それからですね、介護に対すること考え方として私が思うのは、大好きな人のお世話をしたいと、大好きな人の最後の数年間に付き合いたいって気持ちですよね。私はそういう気持ちがいつもね老人介護にあったんですよ。この人の人生の最後に家族以外に触れる人ってのは、あ俺なんだみたいなね、腕の見せ所だと思うわけですよ。でそういう意識を持っていないと介護はできないですし、そういう意識を介護の世界に入ったらやっぱ培っていかないといけないですよね。これ何も特別なことじゃないですよ。やっぱりどんな業種についても、あ俺の力の発揮のしどころだなっていうふうに、デスクワークでも体力のある仕事でもネットビジネスでも同じなんですよ。だから誰かの役に立つ、誰かの役に立つって嬉しいな、誰かにやらされてると、誰かに利用されてると思ったらもう本当にめんどくさいんですよ。だからこれはね考え方の本当気持ちの問題だけだと思うんですよね。で山根さんが今回ねものすごくいいこと言われてたなっていうのは、私のこのね今お話と思うにものすごくね重なっていくんですよ。でしかも山根さん今回のねあの動画って背景もなんか爽やかでいいですよね。いやこれね最近の中で永久保存版みたいにものすごくいい動画ですよね。皆さんもぜひね私の動画説明欄に山根さんから送られてきた動画貼っときますんで見てほしいと思います。もうね私がね今これべっちゃらくっちゃらと勝手なこと言いましたけども、そんなこと聞くよりも山根さんの動画見た方が絶対ためになりますよ。じゃあまたねこの話山根さん話し合っていきましょう。西アクラソン通信、山根さんからの動画メッセージ皆さんもどうぞ。